こんにちは。あつもんです。なぎらぎさです。なぎささん、はい、今日も元気いっぱいですね。はい、元気いっぱい。今日はですね、12月11日、はい、ホークスファンフェスティバル2021の会場にお邪魔しています。イエーイ。スマートニュースさんとのコラボ企画で今日スマートニュースアプリダウンロードしてもらってホークスページをねちゃんと登録してもらおうっていうそんな企画。スマートニュースのアプリをダウンロードしてもらえないかと思って、これをぜひカメラでスキャンしてダウンロードしてくれるとあっつまんの大勝利。そして今日はですね、まあ、たくさん今日来場している皆さんにアプリをダウンロードしてもらうんだけれども、はい、なんと制限時間あと15分しかありません。いやいやないやん。なぎさあつまもう対戦するからいっぱいダウンロードしてもらっちゃいましょう、はい、意気込み一言どうぞ。頑張ります。いくぞなぎさ。よーい。こういう時だけ早い。はい。あつまチャンネル。これ見たことあります？渚さんは見たこと。あ、俺は見たことある。スマートニュースのアプリをダウンロード対決ってなって、ぜひダウンロードしてもらいたい。したら僕と写真撮れます。はい、あ、お願いします。はい、あ、ありがとうございます。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 あつまは今日はですね、最高の作戦をねもうたくさん用意してますからね、負けるわけがないですよね。スマートニュースアプリダウンロードしてホークスチャンネルを登録してください。そしたらガラポンできますのでよろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。スマートニュースって知ってます？スマートニュースはなんか見たことあります。あなたは誰ですか？荒垣です。やっぱそうですよね。はい。やっぱそうやん。来て。スマートニュース知ってます？ダウンロードしてほしいなと思ってます。なります。あ、そうです。スマートニュース。あ、ニュースでぜひありがとうございます。OK です。ありがとうございます。写真とかお願いしても。その前一つだけ、はい、ぜひねスマートニュースっていうアプリがあるんですけど、はい、それをダウンロードすると、はい、ホークスのこういうね選手のグッズとかももらえるらしいんですよ、はいはい、いろんなクーポンもついてるんで、はい、ぜひダウンロードしてほしいな。 ありがとうございます。なんか上手くなってきたの。あ、ありがとうございます。はい、写真撮りましょう。ありがとうございます。嬉しい。いや、渚さん頑張ってるかな。はい。ありがとうございます。終了。結果発表。いやいやいや、もう皆さんこんにちは。変態仮面です。夢であった以来ですね。どうもあつまといいます。いくつでしたでしょうか。100。本当は 15。 渚さん記録15。よっしゃー。渚さん15人、皆さん15人の皆さんありがとうございました。227。イエーイ。なんで200も引けんの、あんな15分でさ。はい、ということでまだ開門前なんですけれども、いっぱいダウンロードしてもらおうと思っていますよ。もうズルです、ズル。もうあつまはもう最強ですから、もうズルも何でもしますから。あ、できましたできました。もうホークスチャンネル、はいはい、バッチリバッチリバッチリ。ありがとうございます。ナベさん、あつまさんじゃないですか。あ、そうです。ぜひねホークスチャンネル登録していただきますと、ちょっとこれあ、そうですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ恒例のじゃあちょっと今日もうお祭りなんだよね。僕の熱男で盛り上げさせていただいて、いきますよ。熱男お祭りバージョン。さらにはまだもう、ね、私は、はい、もうこれ日々ね頭を下げて誰だよアプリをダウンロードお願いしますお願いをしてこの227件というアプリのダウンロード数を獲得しました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんもうご迷惑おかけしました。アプリダウンロード対決敗者の渚さんには今からファンフェスティバルのメインのホームランダービーで誰にも見つからないようにバッティングキャッチャーをやってくれ。はい、渚さん、意気込みいかがですか？頑張ります。こんなに元気な渚さん見たことない。出たよ、また。まあ、皆さん、お楽しみください。チャンネル登録、よろしく。何やってんの？マッチ。あ、さて、いよいよ、はい、元気ですか？2年ぶりぐらいだもん。そうです。お疲れ様です。さすが、さすが、さすが。なんかキャッチャー誰あれでかいんだよ。この辺りはどうか。さあ1分経過しました。残り時間が少なく、はい、おー、サンバのためになる。ああ、強烈な打球。さあ、ちょっと低かった。どうだ？意外と気づかれないんだな。やっぱ頑張ります一言。あ、ちょっと近い甲斐選手がよう気づいたね。分かってた。ミッションコンプリートならずか。あさこが言ってた。バレたね。バレちゃった。しかしさ、さっきから気になってたんですけど、甲斐選手がなんかキャッチャーの方を見ながら割れました。ちょっとマスク取ってもらっていいですか？え？あれ？どこかでちょっと一応マスクも取ってもらってですね。ああ、まさかの渚さんじゃないですか。めちゃめちゃ疲れてる。ちょっと唐垣さん、ちょっとなんでキャッチャーやってるんですか？はい、罰ゲームです。罰ゲームなんですか？何の罰ゲーム？アッツマンチャンネルという YouTube がありまして、それの罰ゲームでキャッチャーさせてます。ああ、してもらった。しろと言われました。させられてるって言おうとしてましたね、もうね。ということで、あれは荒垣さんだったってことなんですね。ボールがマスクに当たりましたね。当たりましたね。ちょっと痛そうです。ありがとうございます。あー、疲れた。チャンネル登録してね。喋ろよ。疲れてんだからさ。なんでバレたんだ。なんか正子は渚さんっぽい、なんかでかくないですかみたいな。なるほどね。あえてね、あんまり立たないようにしたんだよ俺。身長170センチ設定でずっと中腰でね膝伸ばす時もさ棒立ちしなかったんだから、なるべくねピッチャーとのキャッチボールもさ座りメインで一生懸命頑張ったんだけどさ、なんかね何さんのプロ意識を感じたな。絶対バレない、絶対正体明かさない、絶対喋らないと思ってたけどね。選手の皆さん、そしてファンの皆さん、ホークスファンの皆さんですね、ご協力いただきましてありがとうございました。ご迷惑をおかけしました。まあ渚さんはバレてしまったんでね、はい、ミッションクリアできないポイントが今どんどん溜まっていくから、だんだん今度もっと罰ゲームがひどい罰ゲームになっていく可能性があるからね。何これ？最強超人になろうよ。